きらめく生きてる思いは、あなたの よさこいチームホムラの皆さんでした。皆さんもう一度大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。はい、さあ、まあ神戸アライブ2017、はい、ということですが、うん、もう10